女性が竹やぶで倒れている。笑顔を振りまき、仕事にも真面目に打ち込んでいた彼女は、ある日突然消え、その後無残な姿で発見されてしまった。ミルキの事件語りへようこそ。千葉県中西部に位置する町、袖ヶ浦市。東京湾アクアラインによって都心にもアクセスしやすいこの町に暮らしていたのが、中込ゆきさんという女性です。ゆきさんは高校卒業後の2020年4月に千葉県内の美容室に入社、美容師見習いとして働き始めました。勤務態度も良く、持ち前の明るさで器用に接客をこなしていたそうです。ですが、心労がたたったのでしょうか、翌年の2021年2月頃から仕事をよく休むようになりました。そのためゆきさんは環境を変えて頑張りたいと会社に異動を申し出ます。その結果、3月からは別の店舗へ。しかし、ここでも仕事はうまく続きませんでした。5日間ほどは問題なく出勤できましたが、その後は欠勤が続くように。3月末に上司に LINE で体調を崩したので1ヶ月お休みが欲しいと連絡を入れています。そして迎えた1ヶ月後の4月末、やはり思うように回復には至りませんでした。お店側に彼女から、体調が戻らないのでもう少し休みたい。と連絡が入ります。お店側はゆきさんのことをずっと心配してきました。異動を申し出た時、上司は彼女に辞めないでよと声をかけています。ゆきさんも辞めませんよとそれに明るく返したそうです。だからこそ何としても彼女に復帰してほしい。2021年5月6日、勤務先はゆきさんに LINE で連絡。事務関連の書類提出手続きについてやり取りをしています。しかし、この後異変が起こりました。いつまで待っても彼女から書類が届かなかったのです。5月12日、勤務先の美容院は再びゆきさんに LINE を入れます。しかし、既読はつかず、今まではちゃんと連絡がついていたのになぜ？実はゆきさん、この時すでに行方不明となっていました。少し前の5月7日の朝、家族が自宅にいるのを見かけて以来、誰もその姿を確認した人がいなかったのです。ゆきさんがいなくなってから、彼女のお兄さんの友人などが捜索活動を展開します。彼女の持っていた携帯電話の位置情報をたどり、各地を探して回りました。そして美容院がゆきさんに LINE を入れた5月12日午後11時頃のこと、その捜索を行っていた兄の友人があるものを見つけ、警察に通報しました。女性が竹やぶで倒れている。駆けつけた警官がすでに亡くなっていたその女性の身元を確認。中込ゆきさん、当時19歳であることが分かりました。遺体が見つかった場所は、彼女の自宅から450メートル離れた場所にある袖ヶ浦市倉波の竹林。体には深さ10センチ以上の刺し傷もありました。ここから死因は出血性ショックとみられます。ただ近くに刃物などは見当たりません。強盗にでもあったのでしょうか。それにしては奇妙でした。なぜなら遺体付近には携帯電話やバッグ、財布も残っており、その中には現金もしっかり入っていたからです。暴行かというとそれも微妙です。遺体発見時、着衣に特に乱れはありませんでした。ゆきさんと高校時代から親交のあった男子大学生はこの一報を聞いて動揺しました。事件前にも彼女と会っていたという彼は、明るくていつも笑顔で優しい子だった。会った時もいつもと変わらない様子だったと語っています。木更津署は何らかの事件に巻き込まれたとみて、50人規模の特別捜査班を設置、捜査を開始しました。強盗や暴行でないのなら、ゆきさんはなぜ殺害されなければならなかったのでしょうか。警察は現場付近にあった防犯カメラを確認。すると5月7日、ちょうど失踪したその日にゆきさんの姿が捉えられていました。どうやらこの直後に亡くなった可能性があります。その後も警察は防犯カメラの解析を進めていきました。そして遺体発見から約1ヶ月半近く経った6月21日、事件は急展開を迎えます。ある人物が殺人容疑で逮捕されたのです。逮捕されたのは、神奈川県横浜市緑区寺山町在住のカラオケ店アルバイト、夏見翔太、当時23歳。この男は5月7日当日、現場付近の防犯カメラにその姿が映っていました。また、これも現場からほど近い JR 長浦駅を使ったことも判明しています。そして、さらなる決定的な証拠が、この男の自宅から血のついた刃物のようなものが見つかったのです。この夏見翔太とゆきさんはどんな関係にあったのでしょうか。
実はこの二人、あるものがきっかけで知り合いました。そしてここに、この夏美の巧妙な手口が隠されていたのです。夏美翔太は大学を中退した後、職を転々とし、2019年頃は正社員としてパン屋で働いていました。しかし、職場で怒られたことなどをきっかけに、その年の10月に仕事を辞めています。2020年1月頃、この男は突然家を出て失踪しました。家族が LINE を入れても返信はなく、連絡がついたのは3ヶ月ほど経った頃のこと。突然、自分自身の存在が苦しい、消えてしまいたいといった返信が家族の元に届きます。実は夏美は小学生の頃に両親が離婚、その後父親が迎え入れた新しい家族とうまく関係を作れないでいました。その父親には自分の気持ちを否定されることもあり、本心を打ち明けることができずにいたようです。結局7月に家に戻った夏美。その後気分転換で父に登山に連れて行かれました。その時父親から、ここからまたやりたいことを少しずつやっていけばいいと声をかけられると、もう大丈夫だよと笑顔を見せたそうです。その夏美はやがて夕食の際に家族に対してこんな話をするようになります。SNS で知り合った人たちの悩みを聞いている。実際にこの男の家には相談した人々から感謝の手紙がいくつか届いていました。そこには翔太くんと話したら楽になったなどと書いてあったそうです。これだけを聞くと失踪を経て人助けに生きるようになったかのように感じます。しかし実はこの夏美翔太はゆきさんの件で逮捕される前、別件ですでに逮捕されていました。彼女が失踪した日の翌日、5月8日、横浜市緑区内にある公園のトイレにこの男の姿はありました。一人ではありません。東北地方から来ていた10代後半の少女と一緒でした。この男はその少女が18歳未満と知りながら、その場でみだらな行為に及んでいたのです。そして6月1日、神奈川県警から青少年保護育成条例違反容疑で逮捕されていました。夏美の真の目的。そう、この男は相談に乗るふりをして女性たちを呼び出し、暴行などを働いていたのです。その矢先に発覚した、ゆきさんの事件への関与。袖ヶ浦市と横浜市の人間が簡単につながれる場所といえば、そう、インターネット。夏美とゆきさんが知り合った手段も SNS だったのです。二人は事件当日の5月7日、初対面でした。逮捕後、夏美は警察に対して、相手の気持ちに応えたかったと供述しています。果たして、この男の語るゆきさんの気持ちとは、その後、事件当日に何があったのか、すべて明らかになりました。その真実に、世間は驚きに包まれます。夏美翔太は殺人ではなく、傷害致死で起訴されました。殺人罪が適用されなかった理由に、他ならぬこの事件の真相があります。千葉地裁で始まった裁判の冒頭陳述。この時検察側から夏美とゆきさんが X でどんなやり取りを交わしたかが明かされました。ゆきさんはある時こう投稿しています。死にたい。すると彼女の元にこんな内容のダイレクトメッセージが届きました。殺して差し上げましょうか。送り主は夏美です。ここから二人は LINE に移行し会話を重ねていきました。その LINE での会話の中でゆきさんは、鬱で仕事を休んでいて母親は自分の気持ちを理解してくれないと心境を吐露します。ただ死にたいとは投稿したものの、親が産んでくれた体なので死ぬことは躊躇していますと返信しました。それを読んだ夏美はある提案をします。では重傷にとどめて心の苦しみを思い知らせるのはどうでしょう。具体的にはこの男が通り魔を装ってゆきさんの太ももを刺す、その後はゆきさん自ら救急車を呼ぶという案でした。そしてこの計画があの5月7日実行に移されたのです。しかしよりによってつけられた刺し傷の深さは10センチ以上。あまりに傷が深かったためかゆきさんは結局救助を呼ぶことができず命を落としてしまいました。検察側はこの点から今回のゆきさんの死は承諾の範囲外だったとみなしました。 LINE でのやり取りからゆきさんは重傷を負うこと自体は承知していたものの、死ぬこと自体は想定外であり意図に反して命を奪われた結果は重大と夏美を非難、懲役5年を求刑しました。
一方弁護側はユキさんが家族や仕事のことで悩んでおり、死ぬ可能性や死ぬことも承知していたと主張します。2022年9月22日千葉地裁はこの夏見翔太に懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡します。ユキさんが刺されること自体は容認していたものの、通り魔を装ったり凶器を準備するなど計画的な行動を取ったことがこの量刑の理由となりました。夏美の逮捕後、この男の父親は、夢ならば覚めてほしい、こうなる前に親としてもっと何かできたのではないかと後悔の念を述べています。父や家族とも関係がうまくいかず、同じような境遇にいる人たちを助けたい一心で悩みを聞いていたという夏美。実際にこの男は悩みを抱える人物に200人以上接触してきたそうです。しかし夏美は犯行翌日に未成年の少女への暴行で逮捕されています。この男の語る思いが本当だったのかは疑問を抱かざるを得ません。自らの悩みを親にすら相談できないと語り、一人で思い悩んでいたユキさんにもかかわらず、周りの人間が一切不自然さに気づけないほど彼女は明るく振る舞い、皆の記憶に笑顔を残しこの世を去っていきました。もしかしたら私たちの身近にも空気感で見えなくなっている寄り添うべき SOS があるのかもしれません。